複雑な気持ちでやりますバードインザハンド
飛び国やるんですけれども、バードインザハンドって英語に詳しい方何か知ってます？なんかね、ことわざ的な意味があるらしいんですけど、ちょっとよくわからなくて、わからないので説明できません。はい。では、バードインザハンド。Thank you.
3月16日に来て以来2回目なんです。で、まあちょっと寂しいんですけど、明日から1ヶ月間お休みに入られるということで、また、来られる日を楽しみにしてます。はい、では次は、いつも最近はいつもやってる曲で、デトロイトのキャデラックの工場に働きに行くよという歌をやります。キャデラックアッセンブリーライン。
Thank you.
一応アメリカの黒人音楽のブルースと呼ばれるものをやってるんですけれども、まあブルースの歌詞は割と男の人が女の人にひどい目に遭わされるという歌がほとんどなんですけども、今日の、選曲ではあまりそういうのがないんですが、そうでもないね。今のトリックバックは、奥さんに脇され、奥さんの両親にも、あんたはただの義理の息子みたいな言い方をされるというかわいそうな人の歌で、で次は、男の人が女の人にどうしてチクチク意地悪するのか、わけを教えと、もう自分のことを好きじゃないならせめて自由にさせてよという、かわいそうな歌が続きます。ロッキーさん。はい、でもあのブルースって結構詞が悲しくても曲が悲しくないとか、なんか曲がすごく深刻そうなのに詞を聞いたら俺は5年間一生懸命働いたのにあいつは貯金もしないで出て行ったとかね、そういうひどい武器とかそういうものが多いんですけども、次の曲は Tell me what the reason。
違う。後からこれ、トミーちゃんをいじめちゃいけません。保護者一。トミーはいじめてください。それでは季節ネタをやります、昔は日本もお豆腐とかしじみを売る男の人が、住宅街を回っていて、時々お家に上がり込んじゃったりしたこともあったかと思うんですけれども、これはアイスクリーム売りの男の人の歌です。暑い日には冷やしてくれるものが必要でしょと、うまいこと言って、そうね、アイスクリームを食べて終わるんでしょうが、はい、ではアイスクリーム。それではですね。
それでは、最後の曲ですが、ここで一人、誰ギタリストを呼びたいと思います。誰しらしらしいオンギターハルさん、イエーイ。平均年齢がずっと上がったね。うるせえ。
です。エビア、ギターボーカルグリコの感じでした。ありがとうございました。続いては不倫時の皆さん。